はい、どうも皆さんこんにちは。今日もシルエットミキサーやっていきたいと思います。で、今回使うのはですね、ゴールド契約書からね、あの動画を撮っていない時にポンと出てきてびっくりしたこの人、大谷翔平選手です。実はね、こっそりね撮ってたんですよ、動画を撮ってないところでね。大谷翔平選手って言ったらもう何と言っても二刀流ですよね。言わずと知れた二刀流、日本プロ野球史上初、そしてまあ多分史上唯一になるでしょうね。2桁勝利、それから2桁本塁打を、まあ、同じ年にやる、さらには2桁勝利、100安打、20本塁打も打ってしまうというね、まあ、あのピッチャーでもバッターでもすごい選手なわけです。本当ね、あのこの人のためだけに二刀流というのを言うができたくらいね、ゲーム業界も動かすくらいのすごい選手でした。で、まあ、今年からエンゼルスへ行くんですけれども、まあ、大谷というのはね、日本プロ野球で最高の選手ですよ。だってさ、野手も投手もこんだけできる人っていないわけじゃないですか。もうだからもう最高なわけです。その大谷をミキサーにね、ぶち込むなんて普通はしません。だってね、弱くなる未来しかないですからね。でもシルエットミキサーです、巨人選手を狙っていきたいと思います。あとはまあこの最高の選手大谷がね、どこまで落ちるかっていうのね、楽しもうではありませんか。さあ来い。あー、だいぶ落ちたな。はい同じね、日本ハムの白村選手ですね。当然ですけど、この人はピッチャーしかできませんが、ピッチャーの方もですね、変化球これしか投げられないからね、あのプロスピで出てくると、まあ、打ちやすいなっていう感じの選手なんですけども、はい、白村選手でございます。前回からね、日ハムつながりで来てますかね。ハムの呪いがねあるんですかね。はい、で、まあ、でも白村選手もですね、今年には頑張るぞっていうのを、ね、ちょっとニュースで見ましたんで、頑張っていただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。